小学4年生の男子児童が中学校のプールで行われた水泳の授業中に溺れて死亡した事故を受け高知市は臨時議会に第三者による事故検証委員会を設置するための補正予算案を提出しました今月5日、高知市の長浜小学校に通っていた4年生の男子児童が中学校のプールを借りて行われた水泳の授業で溺れて死亡しました。 高知市は事故原因を調査し再発防止策を取るため第三者による検証委員会を設置する方針できょう開会した臨時の市議会に委員会設置のための1100万円の補正予算案を提出しました。検証委員会をできる限り早,く早,く早期に設置し 調査・検証が円滑に進むように、教育委員会をはじめ、関係部局が連携して全力で取り組んでまいります、その上で、来年度以降の水泳事業を安全に実施していくための再発防止策について、検証委員会での検証を踏まえ、検討を進めてまいりまます。高知市議会会月臨時会は、で開かれます。